はい、こんにちは、ピカでございます。今日ね、お盆の16日金曜日の夜、17日の土曜日になったところですね。首都高 C1 内回り走ってます。今日はね、ちょっと用事があってね、C1 内回り走ってたんですけど、今日ね、なんかパトカーすごいね、 C1 内回り外回り走って車をね、規制してるみたいですね。で、辰巳パーキングもね、でね、ちょっとね、辰巳パーキングどうなってるかね、ちょっと見に行ってみたいと思います。今ね、ちゃんと制限速度60キロで自動運転でね、走ってますね。一応ちゃんとね、手を添えて自動運転でちゃんと走ってます。はい、じゃあね、ちょっとこのままね、辰巳行きたいと思いますね。すごい空いてるんだよね、だからね、もう走りは誰もいない。なんかルーレット族と取り締まり強化って書いてある。いや、マジでちゃんと取り締まれよってな、本当。ああ、許しちゃダメだろ、マジで。ぐるぐる回ってちゃダメだろ、マジで。はい、というわけで、試合内回りね、今日はちょっと空いてるから、若干説明もしていこうかな。これが、4号の分岐のとこですね。分岐のトンネルの中ですね。やっぱりリアルな、ね、映像はやっぱゲームと全然違うね。すごいわ、全然綺麗だわ。はい、お、なんか1台来たぞ。早いの来たルーレット族来たぞ。と思ったらコタクだわ、コタク。まあ俺60キロで走ってるから、まあそうなるわな。だけど本当ね、首都高ね、こんな俺60キロで走っててこんな抜かされないことないからね。すごい珍しいと思いますね。こんな空いてるのマジで珍しい。何これ、どういうことなの、ちょっとわかんないわ。霞ヶ関の出口の右コーナーですね。本当はね、すごいアウトインアウトで走ると綺麗にね、走れるところなんだけど、やっちゃいけない、やっちゃいけない、はい、首都高に上がったらまずね、タイヤを温めるとかはやっちゃいけない、やっちゃいけない。でね、このコーナー本当に気をつけて、ここね、ここ見て、この R 行くよ、一定高くで今回ってる。で、ここがね、ちょっときつくなるんだ、ほら、ね、ここの最後のところにちょっとぶつかる車結構いる。はい、ここはね、ちょっとジャンプだね、ピョンって。まあ、逆側はね、ジャンプだいぶなくなったけどね、こっち側まだジャンプあるね。そこでいいですね。ここが3号渋谷線ですね。渋谷線の分岐になりますね。ここは結構渋滞するんだよね、本来ね。まあでも今1時26分、土曜日の1時26分にしてはめちゃくちゃ空いてる。いや本当に、まあ、だからなぜ動画撮ろうかなと思ったっていうと、このね、本当に空いてるっていうのと、ルーレット族のね、強化取り締まりをやっているために、すごいね、本当なんだろうな、ルーレット族もいなくてね、スイスイ走れる C1 ってほんとないんだよね。だからまあちょっとね、せっかくなんで映しとくわ。こんなね、こなんていうの、全貌が取れるっていう、コーナーのね、この手前から奥まで全部見れるっていうのないんだよね、ほんと。はい、そこ打ってるうちに目黒2号ですね、2号の分岐に来ますね。はい、すごい、次はここ何もないですよ。東京タワーちょっと落ちた、ちょっと落ちた。この辺のね、なんかすごいね、最近コーヒーを焙煎してる匂いがするんだよね、毎回ね。この辺あったかな、ね、コーヒーの焙煎屋さんあったかな。
すごいちょっとね不思議ですね。毎回コーヒー焙煎してる匂いする。麻布十番の交差点の辺かな、はい、でコーンズね、これね、これコーンズ、コーンズのフェラーリがね、フェラーリの今日はなんだ488ですね、スパイダーかな、飾ってありました。ちょっと抜かします。60キロでも抜かせちゃうトレーラー、あ、ちょっと待って、ちょっといろいろまずい、すいません、ちょっとね、はい、手前に入ります。危ないよね、右から合流、左から合流ね、結構あるからね。はい、来ました。ここの分岐が右に行くとレインボーブリッジ、左に行くと、C1 をそのままね内回り回っていくパターンですね。はい、今日はちょっとね辰巳に行くんで C1 離れてレインボーブリッジ回っていきたいと思います。あ、言うのするとさ、車は、あ、ほら見て、見て、なんか規制かかってんのよこれ、ほらやばくない、これ何なの、これ何なの一体、これ何なの一体、ほらこういうのがね結構走ってんのよ、やばいよね。これ出てないのに、これ60キロでしょ、え、何これ、何60キロでしょ、いや煽っちゃいけない、煽っちゃいけない、でも自動運転だから自動車間だから、え、なんでなんで、これどうすればいいのこれね左に入れないんだけど左に入れないんだけど、ちょちょ、60キロはせめて出してくんねえかな、60キロ出てないんだけど、何これ何これ何これ、どういうこと、いやせめて60キロ出してよ、え、どういうこと、なんでなんで当選簿してんのこいつら、あの間すり抜けちゃダメ、あの間すり抜けられるだろう、え、どういうこと、あ、60キロ出ちゃった、60キロ出たらもう、え、どういうこと、え、どういうこと、知らんわ、もう知らんわいやでも取り締まりの方法としては正しいよね、この取り締まりというか、その今までの、そのこう今までの速度出てる人たちを取り締まるっていうやり方ではなくて、事前に事故を起こさせないっていうために、このね制限速度でこう車線を塞いで走る、要は飛ばさせないっていうやり方は俺正しいと思うんだよね、うん、この取り締まり方法は非常にね、非常にいいと思いますよ、うん、非常にいいと思う、俺はとてもいいと思います。で、まあ、一応俺今そうですね、まあ、大体66キロがメーター誤差があるから、66キロが多分あの GPS 上で60キロなんですけど、今だいたい58キロぐらいかな、それ、あ、54キロだね、なんとなくこう見えてんでしょ、見えてんでしょ見えてんでしょね、いやこれは正しいと思いますよ、取り締まり方法は正しいと思います。ただ俺はずっと右車線を走っていいのかどうかっていう、ただこれ左側にずっと車がいるんで左側に寄れないんだよね、だからそれでいいのかどうかっていうのが若干の疑問、若干の疑問。そしてこのベンツのね自動運転の車間がね意外と近いっていうね意外と近いっていう、いやでもこのぐらいだと本当にね完全に自動で走るな、
ねちょっとおしっこしたくなったんで辰巳にね寄りたいと思うんですけど、辰巳ジャンクションどうなんだろうね。辰巳ジャンクションどうなんだろう。何台ぐらい走ってんだろうね。さっきね、逆のね上り車線でも見かけたんだよね。だからそれがね上りというか C1 の外回り、今内回り走って外回りでも見かけたんで、結構な台数のパトカーとかを導入してこのね、まあ、制限速度で道を塞いで走るっていうやり方で規制されてるみたいですね。なんかわかんない、めっちゃサムネ映えするわ。なんかバイク来た、バイク来たぞ。さあ用意どんだ、みんな行けこれ右側からね、これね後ろすごい並んでるから、右側からねすっごい抜かしていく車があったりして、あったりして、あほら対向車線も走ってたじゃん今。ほら行った、一度行きました。さあどうなるどうなる。あここはねはちなみに80キロ制限だから、速度オートパイロットを80キロにしますね。パイロット80キロにすると前の車に追いついちゃいますね。いやでもまあ、うん、どうなんだどうなんだどうなんだ。おしっこタンク満タンだからやべえな、これやべえぞ、どうしよう。おしっこタンク満タン、辰巳はもうすぐだ。やべえなこれでもな、本当に。え、どうなってんの。わ、なんか辰巳張ってる。待って、トイレ行きたい、トイレ行きたい。え、何これ、辰巳パーキング閉鎖中って出てるわ閉鎖中おい、トイレ行きたい、俺どうすればいいんだよ。ふざけんじゃねえよお前ら、マジで。いや辰巳のこの閉鎖したやつに怒ってんじゃない俺はマジ辰巳なんかで集まってっからよ、マジで俺がトイレ行けなくなっちゃうじゃねえかよ。ちょほんと勘弁してほしい、ちょマジでダメだから本当に。俺どうすりゃいいんだよもう。箱崎は大丈夫かな、これで箱崎閉鎖されてたら俺マジで漏れるぞ、漏れるぞマジで。大丈夫か本当にいやいやもうしょうがないよね、だって確かにそれ閉鎖するわ、それ閉鎖するだなあ、それは確かに閉鎖する。理由は明白、走るからだよいやこれも正しいよ本当に、俺絶対これは支持する。だってこれでさ死亡事故減るわけじゃん。だって速度取り締まりしてさ出してるやつら捕まえに行ったらさ危ねえじゃん警察も、ぶっちゃけ本当に。いや警察官もなんか昔の取り締まりの映像とかでなんか夜中にねわざわざバイクのさ白バイ隊出してさ、ね、それこそもうなんかわかんない1300ぐらいあんのあれ、ね、300キロ出るようなバイクで、ね、ルーレット速を追っかけるとかさ、いや、まあ、あれああいう時代があっての今このね取り締まり方法、これ絶対正しいと思う俺。いや別に何の文句もないよ、だってちゃんと制限速度で走ってんだもんこいつら、何の問題もない。あ、逆側もやってる、ほらね、逆側もやってる、逆側やってるのチェック故障者だった逆側もやってるんですよ実際ね。だからほんとねこの取り締まり方法は正しいと思いますよ。これどこまでやんのっすそれでね、大丈夫大丈夫これ、誰かこうなんか生きのいいやついねえのか、なんか
取れ高足りてねえんだよ取れ高がよ、俺の取れ高考えて誰かがこれに突っ込んでいくとかやってほしいんだけど、誰もやらなかったら俺がやるよ誰もやらない、さすがに。いやこれね、ちょっと後ろにいるんだよ、横にね車が、お X3 だな、横に X3 がいるんだよ、これ X3 がさ、ちょっとこう、いや俺車間若干広げるわ、車間をね、こう俺オートパイロットだから今、車間をねくるくるっと回すとね勝手に広がるんだ、これほら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 、すごくない、車間距離の目、そのほらほらほら、すごくない、これでこれで縮まって、これで縮まってね、縮まるじゃん、もうオートパイロットの説明になっちゃってる、これ縮まるじゃん、これこっちやるじゃん、こっちやるじゃん、こっちやると広くなるっていうね、それちょっと説明しておこうか、ちょっと待って、まあこれちょっと保持しちゃうからダメだね、違法になっちゃうから、はい、60キロですね、ちょっと60キロとかやってみよう、誰か言ってくんねえかな、バイク行けやれ、ブランツクさ、うん、ね、どうしようね、行ってほしいよね、行け、家の中行け、行きなさいよ、また行きなさいよ、行かない、横に行くだよね、ごめん、横に行くだよ、行かないんだね、ここに住んだ、この行列は、いや、とてもいい取り組みだね、警察も変わったね、取り締まりをするんじゃなくて違反をさせないようにするっていう、この本当取り組みは大賛成だわ、素晴らしいと思う。あ、箱崎の通行止めだ、ロータリーした通行止め、ダメじゃんけ、トイレ行けねえわ俺、もう漏れるわこれ、どうしよう、降りるどっかで、じゃどのぐらい怒られるかちょっとやってみるか、どのぐらい怒られるかちょっとやってみる、右から行くか、行かねえかはいものすごく言い遅れたけど、車は C63 ですね、600馬力仕様になってますね、600馬力あるんで、まあワンチャンね、パトカーは追いついてこれないと思うんだけど、はい、じゃあね、60キロをキープする。さあ、じゃあちょっとね、俺はご苦労様です、行った行った、バイク行った、バイク行ったパトカーがね行った、はい、というわけでね、制限速度解除したんで、こっからね制限速度ペアしていきたいと思います、あー、バイク行っちゃったわ、はい、というわけでね、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね、というふうに、まあ、ちょうどね、多分 C1 一周ぐらいしたと思う、そういうね取り締まり方法を警察がしてくれてるということですね、これはね本当に広めた方がいい、このやり方本当に正しいと思うよ、今までの本当にね、今までの本当にスピード出してるやつを取り締まるんじゃなくて、スピード出ないように制限かけるっていうね、これをもうちょっと事前にやってくれたら、いやもちろん飛ばすやつが悪いんだけど、まあ、年末にねあった痛ましい事故あるんですけど、それもね本当に、うん、ね、これか、
お、これか。ふむふむ。これか。これか。なるほど。もうめっちゃ煽り運転バリ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 だからね、これからね。あのトラックめっちゃ煽ってんだろ、あれ。じゃあもうこれね、もう日常茶飯事だからね、もうこんなことはね。まあ、あの前の車も譲ればいいなってちょっと思いますけどね。はい。またね、これでやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。